旧ジャニーズの終焉日本テレビがリスクを犯してナンバーアンダーラインアイが24時間テレビの大役に抜擢。ナンバーアンダーラインアイの台頭によりジャニーズ事務所の忖度は完全に消滅した。今年の夏に放送される24時間テレビでは彼らがメインパーソナリティに選ばれる可能性が高まっている。この動きは 旧来のジャニーズ勢力の地位に挑戦するものであり、テレビ業界における新たな時代の証と言えるだろう。ナンバ・ーアンダーライン愛の勢いは止まらないようだ。平野章、ガン・ユータ、ジングユータの3人は、音楽業界だけでなくテレビ界でも頭角を表している。地上派初出演を果たし、民放でも注目される存在となっている。過去、 24時間テレビのメインパーソナリティにはずっと旧ジャニーズのタレントが起用されてきた。しかし、ジャニー北川氏の加害問題を認めた後、旧ジャニーズを起用するのが難しくなっている。この状況下で、ナンバーアンダーライン愛のような若手アーティストが台頭してきたことは注目に値する。彼らの活躍がテレビ業界の忖度の枠組みを変える可能性がある。 ナンバーアンダーライン愛の活躍は音楽活動だけでなくテレビ番組への出演でも顕著だ。彼らは3月2日に NHK の音楽番組ベニュー101に地上波初出演し、同月30日には民放初出演も果たした。さらに4月1日の TBS 系、CDTV や4月10日のフジテレビ系、 週刊内内ミュージックへの出演も控えている。特に注目されているのは日本テレビの音楽番組 w i ミ m u s i c への出演であり、これが彼らの地位を一段と高める要因となるだろう。また昨年の24時間テレビでの不祥事や視聴率の低下もテレビ業界における厳しい現実だ。その中でナンバーアンダーラインアイの活躍が注目されている。 彼らの出演は番組の視聴率向上や新しい風を吹き込む可能性がある。NHK の紅白歌合戦においても、旧ジャニーズのタレントは44年ぶりに起用されない方針が打ち出されている。そのため、ナンバーアンダーラインアイの出場が確定的とさえ言えるだろう。彼らの活躍が歴史的な番組である紅白、 に新たな息吹をもたらすことが期待される。ナンバーアンダーライン愛の成功は単なる個々のアーティストの成功にとどまらない。彼らの活躍は業界全体に新たな可能性を提示している。彼らが24時間テレビと紅白歌合戦の両方で主役を務めることはテレビ業界の未来にとっても意義深い出来事となるだろう。 彼らの成功はどこまで続くのか彼らの活躍がテレビ業界の構造を変える力を持つのかそして彼らの出演によって番組の視聴率や評価はどのように変化するのかこれからの展開がますます注目される。しかし、ジャニーズ事務所の影響力が薄れる中で彼らが24時間テレビのメインパーソナリティに抜擢されることは 業界にとって大きな変化だ。これまでの同番組では、ジャニーズ所属タレントが主役を務めてきたが、昨年の何は男子の起用が批判を浴びたこともあり、新たな風が吹き始めている。24時間テレビの舞台裏では、旧来のジャニーズタレントの起用が難しくなっている背景がある。ジャニー北川氏の加害問題が明るみに出たことで、ジャニーズ事務所のイメージが傷つき、 彼らの出演に対する批判が高まっている。また、過去の不祥事も相まって、番組への風当たりが強くなっている。さらに、昨年の放送中に発覚した NHK の元幹部による着服問題も、番組の信頼を損なった。視聴者からの信頼を取り戻すためには、番組のリニューアルが必要不可欠だ。一方で、ナンバーアンダーライン愛の台頭は、 テレビ業界に新しい風を吹き込んでいる。彼らの若々しさと圧倒的な人気は番組に新たな活力をもたらすだろう。特に24時間テレビや NHK 紅白歌合戦といった国民的番組での彼らの活躍は視聴者に新しい感動を与えることになるだろう。今後のテレビ業界の展望は不透明ではあるが、 ナンバーアンダーラインイの成功は新たな可能性を切り開いたと言える。彼らの活躍がテレビ業界の未来を明るく照らすことを期待したい。これからの日本のエンターテインメント業界においてナンバーアンダーラインイの台頭がどのような影響をもたらすのか楽しみである。彼らの成功を祝福し、これからの活躍に期待したい。 ナンバーアンダーライン愛の勢いは目覚ましい。配信、CD の発売、ライブ活動、そしてテレビの舞台でも輝きを放っている。彼らは最近、音楽番組に頻繁に出演し、その存在感を示している。これまでにないスピードでテレビの世界に進出し、その躍進は注目に値する。日本のテレビ業界において、 特に重要な存在である24時間テレビでは長年にわたりジャニーズ事務所のタレントがメインパーソナリティを務めてきたしかし近年の出来事によりその構図に変化が生じているジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川氏の過ちが明るみに出たことで同事務所の影響力が低下しテレビ番組への起用が難しくなってきたこの状況下で 新たなメインパーソナリティを探す必要が生じた。ここで注目されるのがナンバーアンダーラインアイだ。彼らは昨年の24時間テレビでもすでにメインパーソナリティを務め、その経験がある。また、騎士はダッシュの準レギュラーとしても活躍しており、日本テレビの重要な番組に関わってきた。彼らの存在は、 テレビ業界において不可欠であると認識されている。また、紅白歌合戦への出場も確実視されている。NHK は、ジャニー氏問題を受けて、旧ジャニーズのタレントを44年ぶりに起用しなかった。そのため、ナンバーアンダーラインイの出場が注目されているのも頷ける。彼らはすでに多くの記録を打ち立てており、 その勢いはまさに凄まじい。テレビ番組への出演だけでなく、広告や SNS を通じても、ナンバーアンダーライン愛の存在感は際立っている。彼らが24時間テレビと紅白歌合戦の両方に出演することは、驚くに値しないだろう。彼らの成功は、単なる偶然ではなく、その才能と努力に裏打ちされている。 その代わりとして浮上しているのが、ナンバーアンダーラインアイの名前である。彼らは広告やテレビ出演などで圧倒的な人気を誇り、その活躍ぶりは旧ジャニーズに匹敵するものがある。特に TBS の番組において旧ジャニーズとの性絡みを見せたことから、彼らの忖度が消えたことを感じさせる。ナンバーアンダーラインアイの平野、騎士、 神宮寺の3人は以前24時間テレビのメインパーソナリティを務めた経験があり、その勝手もよく理解している。また、騎士はダッシュの準レギュラーとしても活躍しており、日テレの幹部からも大切なファミリーとして扱われている。また、ナンバーアンダーラインイの紅白出場も確定的である。彼らは大手クライアントの CM に出演し、 その勢いは耐えることがない。昨年の NHK は旧ジャニーズの起用を見送り、その方針は変わっていない。そのため、ナンバーアンダーラインアイの出場は必死であり、すでに事実上の内定が出ていると言える。ナンバーアンダーラインアイの活躍は夏の24時間テレビから冬の紅白歌合戦まで、テレビ界の2大番組を席巻するものと考えられる。 彼らの成功は新たな時代の証であり、視聴者にとっても新しいエンターテインメントの可能性を示唆している。これからのナンバーアンダーライン愛の活躍に注目が集まる中、彼らの成功にどのような意味があるのか、そしてテレビ業界の未来はどのように変化するのか、私たちは期待と興味を持って見守っている。